12月14日 J リーグ移籍情報。16年ぶりの一部復帰を果たした東京ヴェルディが今オフの補強の目玉として J2000 用の MF 三木を完全移籍で獲得したことが13日までに分かった。湘南と横浜 FC の下部組織でプレーした経験を持つ攻撃的 MF で19年に関東学院大から千葉入り、プロ3年目の21年に才能が開花し全42試合に出場して14得点、翌22年からは10番を背負い、今年も攻撃陣を牽引して昇格プレーオフに進出したが、準決勝で東京ヴェルディに敗れた。東京 V は高い技術と得点力を評価しており、三木は J 屈指の名門で自身初の一部での舞台に臨むことになった。 FC 東京が鹿島の MF 荒木亮太郎の獲得に動いていることが13日までに分かった。関係者によれば、すでに正式オファーを出しているという。荒木は東福岡高から20年に鹿島入りすると、1年目から進化を発揮。2年目は10得点7アシストと大ブレイクし、J1 年間ベストヤングプレイヤー賞に輝いた。ここ2年は不本意な成績に終わっているが、実力は折り紙付き。新大阪や岩田なども獲得に動いており、背番号10の決断に注目が集まる。鹿島の来季の新監督に FC 東京や J2 町田などを率い、現在はセルビア一部のボイボリナを指揮するランコ・ポポビッチ氏56が就任することが13日までに決定的となった。レネ・バイラー元監督に続いて、クラブ史上2人目の欧州出身監督の招聘となる。ポポビッチ氏は09年に大分の監督に就任、JFL 町田監督を経て12年に就任した FC 東京では、ボール保持を重視した攻撃的なサッカーを展開。20年に再登板した J2 町田では日本代表 MF 佐野も指導した。鹿島は22年8月に高知から昇格した岩政大輝監督が今季限りで退任。7年連続国内無冠と不振にあえぐ上昇軍団の復活は J リーグを知り尽くした指揮官に託された。横浜の新監督の最有力候補として、元オーストラリア代表 FW でスコットランド一部セルティックのコーチを務めるハリー・ヒューウェル氏が浮上していることが7日分かった。関係者によると、交渉は順調に進んでおり、正式に決まればこの日退任が発表されたケビン・マスカット監督の後任となる。現役時代にボズの魔法使いの異名を取ったヒューウェル氏はプレミアリーグのリーズ、リバプールなどで活躍し、オーストラリア代表では長年10番を背負った名選手。14年の引退後はイングランド下部リーグの監督として経験を積み、22年にセルティックのポステコグルー監督からオファーを受けてコーチに就任した。昨季は18から21まで年に横浜を指導した同郷の指揮官の下で攻撃的サッカーを学び、日本代表の古橋・前田らを指導してきた。名古屋が J2 甲府 DF 井上の獲得に動いていることが13日分かった。すでに正式オファーし、前向きに交渉は進んでいるという。井上は名古屋アカデミー出身で、仙台を経て23年に甲府入団。リーグ30試合1得点とレギュラーに定着し、クラブ史上初出場となった ACL では1次リーグ突破に貢献した。 DF ラインの選手層拡大はマストだ。